Cozy up. 時刻は6時57分です。さあ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、数量政策学者高橋陽一さんです。高橋さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。高橋さん、ご自宅からリモートでのご出演ということになります。マスクの話今出ましたけど、確かにこれから先暑くなるとマスクしんどくなりますね。そう、外出る人はマスクしなきゃいけないから大変ですね。私用のオール、全くリモートなんで外ほとんど出ないんでね、マスクもいらない。なるほど。もうあれですか、ちょっとした買い物とか散歩ぐらいですか。散歩だけですね。あ、なるほど。すごい、完璧なリモート。今日もご自宅からです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。5月13日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、数量政策学者高橋陽一さん、ご自宅からリモートでのご出演です。高橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。トヨタ自動車、来年3月期の営業利益を前年比8割減と予想。今回のコロナショックというのはリーマンのショックよりもインパクトははるかに大きいというふうに思っております。お聞きいただきましたのは、昨日行われたトヨタ自動車の決算会見での豊田章男社長のコメントでした。こちらもリモートで行われております。トヨタ自動車は昨日、来年3月期の決算で本業の儲けを示す営業利益が 79.5% 減の5000億円になるとの見通しを発表しました。新型コロナウイルスの影響で世界的に車の販売が落ち込むことが要因としております。昨日は消費動向指数の発表などもありましたが、新型コロナの影響っていうのはもう時を追うごとにその影響、甚大さを増してきてる感じがありますね。うん、そうですね。歴史で見ると多分、90年前っていうか、大恐慌でしょうね。はい、大恐慌に匹敵するってレベルですね。ですから戦後で一番悪いっていうのは当然でしょうね。当然というか、大恐慌以来ですからね。まあリーマンショックは完全に超えてるっていうのはもう定説じゃないですか。まあそうするとこれ社会の構造とかそういうところまで影響が及んでいくっていうことになるわけですかね。でしょうね。まあ、大恐慌の以降ですね、はい、いろいろ変わって、まあ、その後、まあ、戦争になっちゃったわけなんですけどね。まあ、当面は戦争にならないように、まあ、一生懸命やりましょうということだと思うんですけれど、はい、まあ、大恐慌の以降になると、いろんな行動様式とか、いろいろ企業活動も変わりましたよね。まあ、大恐慌の前は、なんか、世界が貿易でつながっていれば平和になるんだみたいな雰囲気もあったやに聞きますけれども、 それがだいぶ変わったと、今もそうですね、グローバリズムだ、全盛だみたいなところからこれ変わっていくってことになるんですかね。ちょっと変わるでしょうね。大恐慌のちょっと前にスペイン風邪があったんですよね。はい、ああいうのもやっぱりブロッケードっていうか、ブロッカーには影響があったように私には思うんですけどね。まあ当面は、ですからこのコロナの話っていうのと経済が落っこちるっていうのは大恐慌の時そっくりな状況になって、その後はやっぱりブロックっていうかですね、やっぱり人の息に対して非常に敏感になりますんでね、ある程度ブロック化っていうのは進むような気がしますけどね。なるほど。これもう歴史の必然みたいなものが起こって来るということですか。ですね。自然というか歴史が繰り返すというか、だから100年ぐらい経って、まあ、スペイン風邪と大恐慌っていうのに今は似てるような気が私にはしますけどね。まあ、後ほど、まあ、補正予算の話などでも出てくるかもしれませんが、それこそその大恐慌を各国がどうやってこう乗り切っていったかっていうところで、まあ、日本は高橋コレキオ増資のもと、高橋財政と、金融と財政一体になって、経済を回していこうっていうのがうまくいきましたよね。
世界の中で先進国の中では比較的日本はうまくいった方なんで、今回それが同じようにできるかできないかっていうのがポイントなんじゃないかなって気がしますね。大恐慌の時には実はよく分かんなかったんですけどね、その後大恐慌の研究をして、まあ、はい、私のプリンストン大学の先生のバーナンキなんかはその大権威なんですけどね、 FRB の時にやっぱり FRB が、その後プリンストン大学で FRB の議長になっちゃって、まあ、随分偉くなったなと思ってびっくりしましたけどねまあでも、その前は普通にカフェテリアで普通にお話しするような人だったんですけどね。それは大恐慌の時で、いろんな政策も変わったし、でも、今はうまくやったんだって話を私は何回も聞いたんですけどね、今回、それがうまくできるかできないかっていうのは、まあ、その以降を、大恐慌の以降を、まあ、国のあり方を変えたんですけどね、今回もそれに近いような感じは私はしますけどね。まあ、あの時というのは、その、まあ、経済と財政一体になってどんどんお金を出していって公共投資などをやると、まあ、当時は軍に対しての投資っていうのもかなりあったので、まあ、その後インフレが高まった時に抑えようとしたら軍部が起こったっていうような、悲しい流れもあったんですが、まあ、今回はもっとうまくやれる可能性があると。そうですね。まあ、ちょっと史実ですから言っておくと、インフレにはあまりならなかったんですよね。インフレになる前に軍備のところについてちょっと止めたら、はい、まあ、やっぱり、実は高橋小池はそれで暗殺されちゃったんですよね。そうでしたね。だからこれはまあなんかやっぱりすごい状況なんですけれど、今はそこの暗殺まではないんでしょうけれど、やっぱり財政金融きちんとやるっていうのは正しい政策なんですよね。だからその時にまあどうなるかっていうことでしょうね。ちょっとこの話、後ほどまた二次補正のところでもお話しいただこうと思っております、はい。まずはトヨタ自動車の業績からコロナの影響についてお話しいただきました。続いて C の日本放送ニュースです。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん。取り上げるニュースはこちらです。第2次補正予算案の編成に向け与野党が協議へ。自民公明の与党両党は昨日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた追加対策を盛り込む今年度の第2次補正予算案について野党側とも協議を進め、今国会での成立を図る方針を確認しました。会期末は6月17日です。緊急経済対策の第2弾、いろいろな、まあ、観測報道が飛び交っておりまして、総理が数兆円規模での編成を指示しただとか、そして国会は6月17日で閉じる、延長はしないんだみたいなことを国対委員長が、言ったというような報道があったりとかですね、様々出ておりますが、さあ高橋さん、数兆円規模っていうのはどうなんですか。いや、それはもう全然桁が違うってレベルでしょう。だから、総理が数兆円規模を言ったというふうに報道がっていうんですけど、それは誰かがリークしたのをそのまま報じたっていうことだと思いますけどね。当然、その思惑も含めてっていうことですね。そうですね。要は、誰がこういうふうな、補正予算を仕切るかって話なんですけれど、はい、まあ普通であったら、これ予算ですから財務省なんですけどね、まあ財務省に今仕切らしてもダメだっていうので、はい、実は自民党の中の方の人のが世間の、状況をより反映するんですよね。やっぱり聞く話なんてのはもう倒産するとか、そういう話ばっかりですからね、はい、大変だっていう話になって、それは肌感覚としては自民党の人の方が、より世間の、実態が分かるんですよね。だからそういう人から見ればとてもそんなんじゃ従来のパターンじゃ足りないでしょというふうに言ってるんですけど、一方でもう財政均衡の人が、まあ、財務省ですけどね、いて、はい、それが今回の話では党指導で結構予算やってるんであんまりかかんないので、そういうような陸情報を流して、そういう陸情報をマスコミが、まあ、釣られて、それをまた流して、そんな感じだと思いますよ。これ今までであったらこのまま政権は、どちらかというと
官邸の方が強くて、そこがまあ政策の主導権を握って、党は追認じゃないかみたいなことが、まあ、一部ね、批判をされていたようなところもありました。で、今回のこのコロナ対策に関しては、そこがちょっとひっくり返ってるところがあるってことですか？ひっくり返ってますね。やっぱり官邸の方でやったときに、はい、前のその30万円の話がありましたよね。困窮世帯に。30万円っていうのは所得制限するんで、予算規模が、まあ4兆円ぐらいしかならないんですよね。で、それがでもあんまりもしょぼいっていうので、はい、ひっくり返しましたよね。ひっくり返したのは公明党の話になってますけど、まあ、おそらく、まあ、安倍さん個人がちょっとこれじゃまずいと思って、やったんじゃないかなと私なんか見てますけどね。そう、ということは逆に言うと官邸でうまく、仕切れてないっていう状況なんですよね。だからこれはもう党の方に頼むっていうんで、党の方が自民党と公明党ですけどね、そっちの方がまあ中心になって今補正予算っていうのをやってるっていう、そんな状況だと思いますよ。もともと30万円を発案したのが岸田政調会長で、で、はい、岸田さんに安倍さん任していたら、おいおい、全然まとめらんないじゃないかって言って、最後に、下駄を二階さんとかにこう預けたと。まあ、もちろんね、自民党の若手も言ってましたけど。ものすごい批判で、多分、その真水も少ないかった状況だったんですけどね。はい、あそこでひっくり返すことによって、ちょっと真水は稼働してちょっと増やしたってレベルなんですよね。で、今回二次補正はですね、はい、一次補正と同じくらいしないと、これは持たないですよ。持たないっていうのは経済がもう、後で全然ダメになります、もう。見えてますね、そこは。一次補正は、10万円一律全員に給付というのを含めたところで、はい、まあ、国債の発行額が23-24兆ぐらいになったと。そうですね。同規模で。GDP の 5% レベルってやつですけどね。それで、まあ、かろうじて、先進国の最低レベルには達したってレベルなんですけどね。はい。もう、大恐慌並みなんでね、その GDP の 10% 以上出さないと、それも話にならなくて、はい、そうすると、そのうまく経済政策できないと、1年後ぐらいにですね、失業者っていうのが300万人以上増えるって、そんなレベルですよ。だから、もうものすごい大変な状況ですよね。それで、失業者が300万人増えると、自殺者っていうのは1万人ぐらい増えちゃうんで、そうするとですね、はるかにまあコロナよりか大きな死者が出るってレベルになっちゃうんですよ。はい。そういうのをどうやって防ぐかっていうのが、まあ、マクロ経済政策の一番の基本なんですけどね。その時にはやっぱりもう、従来型って言われますけど、ケインズ型しかないんですよね。だから真水を投入して有効需要を増やすって、それしかないんですよね。だから、それをやるかやらないかってとこに鍵、もうポイントは絞られてきてしまいましてね。大恐慌並みに落っこちるってことになったら、今度数兆円の補正で間に合うはずがないってレベルです。でまあ、その辺の、まあ、経済の兼ね合いっていうのも考えると、じゃ あ緊急事態宣言のこう伸ばし方であるとか、あるいは自粛の呼びかけ方もどうするっていう話になって、でそこで今度はコロナの諮問会議の中に経済の専門家とされる人が入るということになりました。でそのメンバーがね、昨日あたり昼頃からずっと報道されてましたが、大阪大学大学院の大竹文雄教授、それから慶応大学の井深陽子教授、さらに東京財団政策研究所研究主管の小林慶一郎氏、そして慶応大学の竹森俊平教授という4人ですけれども、さあこの4人の人選いかがですか？まあ、マクロ経済から見たらあれですよね、うん、まあまあ、そのミクロの人もいますけれど、はい、マクロ経済の人は緊縮ですね。緊縮。緊縮。だから、これはあれでしょう、そういう党主導でやる、補正予算で予算の拡大っていうのを、抑制しようという側に立つ人が選んだ人事でしょうね。なるほど。なるほど。それで、あえて極端な方を、に振ったと。人選として。そうでしょうね。要するに、党指導でやられてる予算がやられて、どんどん膨らむっていうのを形成したいっていう意味なんでしょうね。はい、まあでも、はっきり言うとで、もう、コロナ会議なんかですとね、経済の話っていうのは諮問会議でもやるでしょ、はい、だからあんまり関係ないんですけどね。諮問会議でやればいいような話なんですけど、まあ、諮問会議も最近開店休業だし、まあ、はい、はっきり言うと、あんまり関係ないんだと思いますけどね、意思決定には。だって、党主導でやっちゃって、党の方でも、いくら、コロナ会議の方で経済の話どうのこうのって言ったって、はい、補正予算出ちゃいますよ、もう。補正予算が出ちゃったら、経済の方がどうのこうのなんて、コロナ会議で議論しても意味がないですよ。なるほど。ね、
そしてもう一つのニュースですけれども、国家公務員法等の改正案、今日与野党で質疑を行うことでは合意したということなんですが、与党としては今日衆院の委員会では採決をしたいということですが、うん、野党はそれに反対をしているという状況であります。この国家公務員法等の改正案と検察のトップの人事みたいなものってのが全てごちゃ混ぜで語られております。そうですね、国家公務員法の改正案なんですけど、検察庁法っていうふうに出てくるから、そうです、ね、実はそのな国家公務員法の改正案の中に検察庁法がちょこっと入っているってレベルなんですけどね、この制度の話と個別人事をちょっと混同しすぎて、はい、まあ、報道もされてますね。でこの制度の方の話っていうのは定年制の延長っていう話なんですけれど、はい、要するにこれはね、年金の支給開始年齢がだんだん60から65に上がるんで、それに合わせて実は定年を伸ばしていくって、それだけの話なんですよ。でこれ十数年前から私担当して、役所で担当してたんですけど、監督にね、はい、それで一番最初は2008年の国家公務員、制度改革基本法っていうんで、その中に書き込んだのが一番最初です。でその後ですね、それにそのスケジュールで順次やってって、はい、まあ閣議決定3回したのかな、それとあと人事院の意見具申を2回したって言ったら、2、3年に一遍ずつちょっとずつ牛歩のように進んできて、これで最後になったっていうのが今回ですけどね。個別人事とは全く関係ないですこれは。で、まあ、今そのバラバラになっている検察官と、まあ、一般の公務員の定年を、まあ、揃えていくと、最終的には65にしていくと。本当は公務員法だけでもいいんですけど、検察官はちょっと地位特別だっていうんで、歴史的に、定年の規定がちょっと違ってたんですよね、はい、別の法律になってたんですけど、まあ、今回は別の法律なんですけど、内容合わせたってそのレベル の改正です。その意味では個別人事で、よく、まあ、黒川さんがどうのこうのって話になりますけどね、はい、よく法律読めば、彼は検事総長にはそう簡単にはなれないような法律になってるんで、個別人事とは関係ないってことはすぐ分かるんですけどね、個別人事と関係なく制度の改正だってことは、まあ、簡単に分かるんですけど、どうもちょっとそのあたりがマスコミなんかではあまり報じられてないなって気がしますね。一方でその全く別の話の黒川氏の定年延長、はい、これ検察庁法ではなくって、まあ、国家公務員一般は1年延ばすことが、まあ、規定にあるから、それを援用したという形ですけども、これはどうですか。その話はちょっと今の話で、これはね、ちょっと強引な解釈だと私は思いましたけどね。だからそれはそれでちょっと強引さがあるっていうの、それで、でも今回の法律の話で、その、延長するって形は全部規定に、特例延長って話は法律に入ってるんですけどね、これを使って、黒川さんは、実は、検事総長になるのはかなり難しくなってる、難しいってほぼ無理だと思いますよ。それとこれとはまた別の話と。全く別。だからね、ちょっと変な法律運用をしたって話っていうのと、はい、今回の検察庁の法律の改正っていうのは違う話なんですけれど、なんかこれが一緒になって議論がされてますね。まあ、積極的に誤解を解こうとしないっていうようなね、感じがありますよね。はい、この時間、数量政策学者高橋陽一さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も高橋さんにお付き合いいただきます。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、教えてニュースキーワード。7時26分です。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップを、今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さん、ご自宅からリモートでのご出演です。高橋さん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。アビガン外交。茂木外務大臣は昨日、参議院外交防衛委員会で新型コロナウイルス感染症への効果が期待されている新型インフルエンザ薬アビガンについて、海外の80カ国程度の国から依頼を受けていると明らかにしました。政府はアビガンの各国への無償提供を本格化させていて、今月8日には第1号となるエストニアに供与しております。この新型コロナにも治療効果が期待されているアビガンであります、これを用いて、外交にも生かしていこうということだそうですが、まあ、中国がマスク外交やってるんでしょ、はい、マスクがはるかにいいでしょうね、こちらの方のがね。まあ、これね、各国に無償提供という
こと、まあ、80カ国って結構だから国際的にも期待されてるわけですね、これ。そうですね。だからこれは、ポストコロナっていうか、コロナ後のね、外交なんかのやり方の一個でしょうね。はい、確かにこの感染症っていうのは強烈ですからね。治療薬出すか、あと、まあ、ワクチン作らない。それまでは、ワクチンか治療薬がないとですね、はい、まあ、封鎖するしかないっていう状況なんですよね。でとてもそれじゃ経済は回っていかないですから、早くこの治療薬、それとあとワクチンが欲しい状況ですよね。だからこういうのをいち早く世界で提供できた人が実は覇権を握るかもしれないとも言われてますんでね。でそういう意味でみんな必死ですよ、各国とも。だから日本もそういう乗り遅れちゃいけないっていうことなんでしょうね。まあこれね、ワクチン開発、まあアメリカと中国が相当こうしのぎを削ってるというところもありますもんね。まあこれだから治療薬っていうのもあるんですよね。要するにワクチンは予防なんですけどね、はい、治療薬っていうのは最悪にならなければ、死亡率さえ落とせば、まあ大したことないっていうとちょっと言い過ぎですけどね、死亡率がちょっと普通のインフルエンザで高いそうなんで、はい、それをだからまあ落とすっていう意味ではこの治療薬っていうのも非常に重要ですよね。まあ、日本がこの開発をしたアビガンというものを、そして先日というかもうすでに今日から使い始めると言われているのがレムデシビルという、これはアメリカが作ったものですけれども、まあ、それぞれ効き方が違うと言われてますけれども、これもかなり有効だということですね。そうでしょうね。だから多分薬っていうのは症状に応じていろんな特質があるんで、はい、まあ、ただ多ければ多いほど、多いものが実は命を救える可能性が出てきますんでね。ですからワクチンのできる前はもう治療薬でなんか対症療法になっちゃうかもしれませんけど、はい、症状を抑えるっていうことしかやりようはないですからね。ここを今やってるってことだと思いますよ。まあ、この辺がいわゆるちょっと前まで言われていたソフトパワー外交のこれ変形みたいなものになっていくわけですかね。そうですね。でもよく考えてみたら無償援助なんで、はい、従来の、なんか外交といえば外交なんですけどね。だから無償援助で対象がたまたまその国で非常に必要なものになってるってだけで、はい、従来の無償援助ですとね、まあ、何やってるか分からないところもあったんですけど、はい、これは非常に分かりやすいものだという意味で、まあ、無償援助はどんどんやるっていう方向とは一致してて、それが、まあ、たまたま今世界のニーズがこれにあるってことだと思いますけどね。まあ、そして、まあ、このコロナ後の世界ということになると、うん、まあ、今まで戦後はアメリカの覇権と、まあ、アメリカソ連が並び立つという時代もありましたが、はい、まあ、アメリカの覇権の時代が、これ、人によってはもう中国が取って代わるんじゃないかみたいなことを言う人もいますけれども。可能性としてはありますよね、それは。だから、要するに、コロナ後の話の時に、ワクチンが中国が全部開発して、はい、これであと治療薬も全部中国くれるっていう話になったら、実はそっちの方にみんななびきますよね。だからそういう可能性あると思いますよ。だから、ね、そこで今しのぎを削ってるんだと思いますけどね。だからまあ、結構世界が二分されるっていう感じもしますけどね。ブロッケードの、ブロック化の中でね、はい、二分されて。ただし、もともとはこれ、武漢ウイルスですからね。はい。武漢発祥で。あれがもともとなの。それだと、初期の、ディスクロージャーっていうか、それを開示しなかったのはどこっていう話に最後になると私は思いますけどね。まあ、その辺ね、アメリカの国内では訴訟というようなことにもなってますが、はい、これ WHO が入ったとは言っても、国際的にこう、透明な調査団が入ったかと言われると、ちょっと疑問ですよね。疑問ですよね。もっと前に やるべきだったし、それで初期段階で中国が隠蔽したっていうのはもうちょっと否定できないんじゃないですか。ウイルスがどっかで出たかっていうのは議論があると思いますよ。はい。でも初期段階で中国が世界にちゃんと開示しなかったっていうのはそれをもう明らかですよ。だって去年の年末に台湾の方から WHO の方にちゃんと書簡を送ったのに全部無視されたって事実もあるわけですからね。そのようですよね。これは、はっきり言えば、去年の12月に言ってくれたら、少なくとも旧正月で、中国の人がこんなに世界に旅行しなかったっていうのは言えますよね。そして、中国の、まあ、外交について、後ほどお知らせ、そして、行ってらっしゃいなどを挟んで、スクープアップのゾーンで詳しく、お話をいただこうと思っております。教えてニュースキーワード、今日は、アビガン外交でした。Okay, cozy up.
時刻は7時35分です。サメールやツイッターも様々いただいております。こちらモーモーモーさん、静岡富士宮市54世酪農業の方、リーマン以上ならば、こう後先でも消費税は下げるべきだと思います。アメリカと中国の対立も気になります。尖閣諸島付近の中国の動き、こんな国のトップを国賓として迎えることはありえないと思いますと。これそうですよね、リーマンショック級のものがあったら消費税上げないって言ってたんだから、これね、後先がありますが、リーマンショック級が本当に以上起こっちゃったんですからね、前にリーマンショック級だったらやめるって話だったんだから、今からでもやめてもらってもいいですよね。多分ずっとやめとってるんですよ。 2、3年はやめてもらって、それでちょっと景気の回復を待つっていうのは経済政策としては十分ありなんですけどね。これやるとしたら軽減税率ですかが一番いいと思います。簡単だと思います。ご意見お待ちしてます。 COZY コージーアットマーク 1242.com です。さ あこの後は羽田美智子さん登場、いってらっしゃいです。今日のテーマ、十二星座についてです。 OK コージーアップ。時刻7時43分です。お送りしております日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。お相手、私日本放送アナウンサー飯田浩司と新葉一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。高橋さん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。領海侵入した中国の公船が日本の漁船を追尾、菅官房長官が不快感。今月8日、沖縄県の尖閣諸島沖合で領海に侵入した中国海警局の船が日本の漁船を追尾し、その行為を中国が正当化したことについて、菅官房長官は全く受け入れることができないと不快感を示しました。今後も尖閣諸島周辺の警戒監視に万全を期すとしております。漁船を追い回してその理由が、違法な行為があったから取り締まったまでだというふうに言ってきたということここはどこの国土だ、日本の領土領海のはずですが、全くコロナにかかつけて、大変なことを中国はしているという状況ですね。これ中国が自分の法律で他国で法執行しようとしたってことですよね。逆にね、日本が、それをどっかでやったらどうなるかっていうことを考えたらいいですよ。だから、例えばね、海南島のところでやったらどうなのと。そしたら、直ちには撃沈でされますよ、されられますよ。それはそうですよ。だから、そのレベルの話を中国はしてるっていうことなんですよね。だから、こういう時にはね、国際常識とか、国際の、国際法とかね、そういうので対処するんですけれど、だから多分、遺憾だって言ってるだけでは、そういうアクションじゃないんでね。これは、10代のことから考えて、公船が入ってきて、それで出ていくっていうのと、ちょっとレベルが違うんですよね。レベルが違うから、あれですよね、違う対応しなきゃいけないってことなんです。それでレベルが違うことをやってきたときに何もやんないってことは、それを認めたってことに実は国際社会ではなるんですよ。だからこれちょっと悲しいんですけどね、どんなことでもずっとやり続けた方が結構勝つっていうところがあるんでね、だからこれはちょっと日本も違う対応を取らなきゃいけないと、フェーズの違う対応を取らなきゃいけないと私は思いますけどね。どの国でも、公の船というものはあって、で、国際法上は無害通行権というものが認められているから、ただ通過するだけであれば、何も言わないと、だからちょっと入ってますよっていうぐらいの話で、何も言わないけど、でもあれですね、日本の漁民を、に被害を加えそうになるってことはもう最悪ですよね。犯罪行為になってますからね。犯罪行為やるってことはとんでもない話なんで、排除しなきゃいけないってことなんで、その時にあれですよね、そんな犯罪行為してるの見てたら、相手の船を撃沈しても全然実は国際社会では文句言えないですけどね。そうですよね。公船に関しては、その、拿捕臨検というのではなくて、退去を促すか、そうじゃなかったらもう撃沈されても、おかしくない、実力で排除するとお、ね、いうことしか、基本的にありえないわけですよね、公正に関して。でもそれが しにくいんだったら、ちょっと前に確かこの番組で昔4年ぐらい前に言った話なんですだと思いますけどね、尖閣諸島の
すぐそばに、うんうん、実は米軍の、演習場があるんですよね。はい。このね、今、よく大内市にテレビなんかでされるのは、魚釣島という島ですが、その尖閣諸島の中には、久場島っていうところとか、もうちょっと小さな島。久場島と大正島があってね。大正島。うん、そうそう、そこの2箇所のところは、米軍の、はい、演習射爆場に指定されてるんですけど、ここ3、40年確か使用してないんですけどね。そうですね。うん。だから、そこで演習を、はい、まあ、日米で演習をするっていうのは、国際的には真っ当な対応ですね。まあ、もともとそういうところに指定はされてるわけだから、演習するのに何のこう不都合もないわけですね。問題もないですよね。だから演習した方がいいんですよ、こういう時には。演習してですね、はい、まあ、演習すると中手玉もありますけどということをまあね、ちゃんとはっきり言うんですよ。いつからいつまで演習するけど、中手玉に気をつけてくださいってことを言うんです。だからこの海域は入らない方がいいですよっていうのは、事前にこれ通告するわけですもんね。そう。だって、それは演習するんですから、うん、下手に入ってきたら危ないでしょと、うん。で、そこの海域だけじゃなくて、他のところも、それはちょっと危ないですよと言うんですよ。うん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 、で、それは言うのは、言ったって別に、だから何が違反かって言ったら、はい、日米、米軍に貸してる射爆場ですかっていうだけの話ですからね。はい、うんうんうん、これは、世界に言うことに、非常に意味があると思いますよ。もうこれだけある意味中国側が現状変更してこようとあからさまに挑戦してきているということに対して、軍だから、うん、そこで領海侵入した船を撃沈できないんだったらこういうやり方っていうのは非常にスマートですよね、うん、外交的だしね。で、まあメッセージは強く発するというか。そうでしょうね。これは まずいですよね。こんな時に、それでアメリカ海軍も今はコロナの話で、はい、空母展開ができないという状態ですから、普通は世界の2カ所ぐらいにできるんですけど、ペルシャ湾しか今できないんじゃないですかね。はい、これで東シナ海とか南シナ海は、実は今のところ無法地帯になっている状況ですよ。はい、でこれはアメリカの方は発表しませんけどね、空母の世界戦略なんで、そうですね、世界戦略ですから発表しませんけれど、でも事実上はそうなってそうなんですよね。だからそこを中国は見てるから、うん、結構挑発してきてるっていうところもありますよ。まあ、セオドア・ルーズベルトという船から700人ぐらい乗組員からコロナウイルスの感染者が出たと、うん、まあ、それ以外にも、はい、それこそ、ね、横須賀を根拠地としている第7艦隊の、空母ロナルド・レーガンでも感染者が出たという話はありますが、あんまり大きくは報じられていない。当然展開との兼ね合いというのがあるわけですからね。そうでしょうね。船の中でこの間なんかクルーズ船と一緒になるんですよね。要するに船の中は狭いし、はい、手すりがたくさんあるからものすごく感染しやすいんですよね。はい、だからそれをまあ見てて、まあ、たまたま中国はあんまり海軍が強くないから大丈夫なんでしょうけど、はい、アメリカの場合は海洋国家なんて基本的に海軍ですからね。そこがその主力展開ができないと、はい、ということは大きな世界の秩序っていうのを金のパワーバランスを変えうる余地な変えうる状況だなんが今ですよね。だからそれを中国が狙ってて、まあ、尖閣も来ていると、はい、南シナ海もやってますよね。だからどっちもなしですよ、ね、南シナ海で東シナ海両方とも展開してるっていう状況だと思いますよ。まあ、それ以外にも台湾が実効支配している東沙という島の上陸訓練をやろうとしているなど、本当ここのところこれ相当外に対して中国がプレッシャーをかけ続けてきていると。そうですね。国内の方が不都合だってところもあるんですけどね。だからこういうのは国際政治のいつも常でして、国内の方でうまくできないで外に向いていくと、はい、これでいろんなパワーバランスが崩れそうな時には、まあ先に手を打つっていうのは戦略として当たり前なんですけどね。だから日本もそういう当たり前の戦略の中で中国が来てると思った方がいいと私は思いますよ。そして中国は、まあ今月の半ばから後半にかけて全人代と、まあ、意思決定会議が行われる。外交についてもそこで何らかのこうメッセージが出てくる。これは強いものが出てくると思った方がいいわけですね。そうでしょうね。その全人代に向けてのこのなんか実績作りかもしれないし、今回の尖閣の話もですね。だからこういうふうに世界が非常に大変になっているときに、まあ日本の言葉ですと火事場泥棒っていう言い方なんですけどね。はい、そういうのってね、平気で、まあ世界の国はやるっていうのが事実ですよ。ですから中国もそこの例外ではなくて、そのような火事場泥棒っていうのは平気で行われるっていうことで、日本の人も考えた方がいいと思いますけどね。性善説で
済まされるようなこうフィールドじゃないわけですね、ここは。全く違いますよね。もうすべて制約説で考えて、ちょうど、つじつまが合う、説明がうまくできるってレベルですよ。その中で性善説、日本しかいないかもしれない。日本人だけは性善説で、一つ思い込んでるっていうのは、だから圧倒的に不利ですよね。しかもその不利な状況は、勝手に日本人が作り出してる可能性が高いですね。全くそうですね。だから、何してんのってレベルだと思いますけどね。他の国は実に中国もしてくれないですよ、これは。取れるもんがあるんだったら全部取ってやろうっていうふうに思うわけですね。もうしょうがないです、それは。仕方なくて、国際社会には警察がいない、ないからしょうがないです。中国の、公船の領海侵入、そこから中国の世界戦略、日本どうするというあたり、はい、東アジア情勢の話までいただきました。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。お送りしてまいりました OK コージーアップ、お別れの時間が近づいてまいりました。まずはプレゼントご当選の方発表です。はい、日本放送オリジナルタオル生地のマスク3人の方にプレゼントです。松戸市の吉田清美さん、久喜市の小池正弘さん、横須賀市の池田かな子さん、ご当選です。おめでとうございます。おめでとうございます。明日のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんです。そして夕方6時からのザ・フォーカス、今日のコメンテーターはジャーナリスト小西克也さん登場です。こちらもぜひお聞きください。今朝は数量政策学者高橋陽一さんとお送りしてまいりました。高橋さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後にメール1つご紹介します。愛媛の福さん、こちら42歳愛媛の方ですね、新居浜の方。一部野党日本維新の会は検察庁法案の議論を国家公務員法の改正案から切り離すべきだと主張されてますが、この主張どうなんですかといただきました。まあ一理はありますけどね。要するにちょっと今の世間でなかなか検察庁の批判が大きくて、あとはやっぱり個別人事がちょっとひどかったっていうのがありますよね。先ほどの解釈の話ですけどね。はい、あの法解釈で定年を延長したっていうね。うん、あれはちょっと、でも今回の法律ですとね、要するに久川さんは多分検事総長にはなれないっていうのは法律見るとそうなってるんですけどね。要するに、法の施行が2022年4月なんですけどね、はい、それまでに彼65歳に来ちゃうんですよね。ですから退官になっちゃいますね。結局そういうことになると。はい、はい。他にも様々いただきました。こちらはオンライン申請、特別定額給付金のオンライン申請昨日済ましたと。簡単に手続きできましたね、高橋さんがおっしゃる通りでしたと。パソコンとカードリーダー使っての申請だったんですけどねと。ミネルバのフクロウさん、千葉八幡65歳の方。パソコンとカードリーダーの方ですかね。スマホですとね、要するに新しい機種ですとカードリーダーの機能があるから、スマホだともっと簡単ですね。スタッフがスマホでやってみたけど、結構簡単だったということを言ってました。ただパスワードが3種類あって、入力間違えとロックがかかっちゃうと、そこでなんか窓口に殺到してる人が多いなんて話も聞きますね。それはね、パスワードはちゃんと覚えておかないと、あともう、後々困りますよ、これは。他の申請とか確定申告とかの時も、このパスワードが必要になってくるわけですもんね。そう、だから私はそのパスワードをいつも確認しながら間違いないにやってますけどね。セキュリティ上ロックがかかるっていうのは銀行のオンラインのとかも一緒ですからね。一緒ですよ。だから、そこがね、緩かったらもう本当に他の人が使っちゃうじゃないですか。そこはしっかりと自己責任できちっと管理してくれてもらわないと困っちゃうんですね、こういうふうな、デジタル社会ではね。そうですね。高橋さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。あなたとハッピーの柿山忠です。ステイアットホーム、いつでも一緒、日本放送。